ますね。二人ともマッチョですね。はい、あのいつもライフで。おっと、大木さんちょっと待ってくれというジェスチャーの後で。そうですね、プッシュアップを行いました。まあ、ああいうことは本来試合前にしてくることなんですけどね。いや、試合前にもして試合中にもするんですね。なるほど、常日頃やってることをあのリング上でも生かすというところです。はい、この男で24時間ね、あのトレーニングと ポージングのことしか考えていませんので。あ、なるほど。彼はどこでトレーニングしてるんですか。あのね、大木選手にとってはね、24時間これ全てトレーニングですからね。なるほど、今のもトレーニングといったところですか。はい、そうですね。真面目にせえと。いや、ゴリップですね。そうですね。あ、ヘッドロックですよ。そうですね、このヘッドロック1枚取ってもですね、非常にこう隙間がないと言いますかですね。あ、そう。いやー、大胸筋とね、上腕二頭筋が美しいですね。そうですね、今日も荻生より焼き切れてますね。さあ、こうね、切れてる時の荻生、より筋肉が切れてる時の荻生さんには、お客さんの方ですね、切れてるよ荻生さんと言ったらですね、非常に喜びますので、そういった声援をぜひよろしくお願いいたします。いや、頭の中もちょっと切れてますよね。そうですね、まあ、脳筋といったやつでしょうか。あ、力加減で荻生選手が仕掛けていきましたね。そして、圧倒的に負けていますね。あれだけアピールしたにもかかわらず、パワーはタイガーハートの方が上という。大湯選手のあの筋肉、粘土が何回できてるんじゃないですか。なるほど。さあ、場外に行っても、ポージングするというですね、もはやあのプロレスのリングなのか、ボディビルの大会なのか、今勘違いしてるなんてところがありますけど、さあ、小さな女の子にさ筋肉を見せてきましたけど、そうですね、さあ、そうこうしているとですね、タイガーハートのさあ怒りのボルテージがバスバスと溜まっていったところで、さあ、タイガーハート、怒りさおっと、まだ出すのかいってことですね。そうですね、そこまでしてポージングがしたいのかというですね。あのポージングって意外とね体力食うんですよね。そうですね。さあ、ちなみに大湯よりやきが普段食べてるお箸の重さは片方10キロずつですね。なるほど、非常にいいトレーニングですね。そうですね。さあ、ここでようやくプロレスらしい技が初めて出ました。逆水平チョップ、大湯よりやきの綺麗な筋肉が赤く張り上がっていく。あ、これはドロップキック狙いを読んでいたか。さあ、ボディー前に落としていく。これは上腕二頭筋をね、アピールした後のエルボードロップ。そうですね、マッスルエルボーが、はい、かわされてしまいました。あのアピールがなければ当たっていたかもしれないんですけどね。しかし、あのアピールをしなければ大きく寄りなくてはないですね。そうですね。さあ、見ましたか、今のボディスラム、人間が一人バウンドしましたね。しかしロープが近いですね。さあ、プロレスルールとしてですね、ロープに触れば、5カウント以内に、技を解かなければいけないというルールがあります。こういった、ロープを使っての攻防も非常に、見どころとなっておりますので、お客さん、おっと、ここで金的、これは反則だが、レベルが見ていない、ブラインドをついた。しかもロープが近いですね。さあ、カウントは2。明らかに2なのに2なのかとカウントするところがノーキンといったところでしょうか。あと、大湯さんはね、あの、はいはい、そうまでしか数えられないですからね。そうですね。さあ、ここで、いちいちあれやらなきゃいけないですかね。さあ、ブレンバスターと予告しましたね。さあ、悟空がカメハメハと言ったように、大湯がブレンバスター、これは逆にブレンバスターぶっ込められていく。あの、実はですね、荻生選手のね、ロールにはまりすぎまして、はい、サウナにガンガン入った結果で、体重がね、10キロ近く痩せてしまうというのがありましたね。代謝が良くなりすぎてですね、はい、本当にあのカルデラ1個分ぐらいは汗かいてますね。あのキレが増した分、パワーが少し落ちているんですね。なるほど、あの、本当に本末転倒と。さあ、この対戦は、ダブルアーム、スイティクス、落としていった。やはり荻生選手、以前よりもね、高く浮いてしまいますね。そうですね。さあ、まあ10キロ軽くなってるわけですからね。さあ、さらにロープに移って、おーと。さあ、ちょっと増えてきましたね、1割ぐらいでしょうか。はい、やはり上方がだいぶ浸透してきましたね。なるほど。もう一回とさ、リクエストありましたが、タイガーハートはコーナーに振っていきましたね。そうですね、もう一回というお客さんはやつやと言ってるかもしれませんけれども、さあ、レスラー2人のキックだったね。さあ、これはフライングニールキック。さあ、タイガーハートの顔面を捉えていく。さあ、上振りはここから何を狙っていくのか。さあ、もうおっと、これはノーザンライトバル、垂直に落としていった。頭がぶっ刺さる。この2人はね、あの幾度となくシングルマッチ一騎打ちを何度もやっているんですけどね。そうですね、今のところね、あのタイガーハートが全勝していますからね。そうですね、まあ、あの支援の強さの象徴というところもありますけれども。さあ、大牛さんが何やらお客さんの力を借りようとしていますよ。何をするんでしょうね。さあ、ここはタイガーハートの持ち上げでアルゼンチンバックブリーカーの体勢。さあ、タイガーハートの体が曲がらない方向に曲がる。さあ、ここで5分経過。さあ、ここで円錐切り、荻生寄り焼きの脳筋意識を刈り取っていく。さらに
ブレーンバスターいやこの体勢は若干長い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 時間が長い。はい決まったワンツー。おっとこれは完全にスリーカウント決まっていたけど一瞬決まったかと思われましたが、完全に決まったと思ったけど僕今曲を流そうとしてしまいましたね。そうですね、私もリンゴあのゴングを叩きかけましたね。さあ最後はこのままで決める。プレイヤー4エッグラック。オギュンさんがギブアップしてる。オギュンさんがギブアップですよ。しかし、あ、しかしロープに届いているのでハンドレフェリーがハンドレフェリーが。そうですね、ここは厳格なレフェリーのチェックが入りましたね。オギュンさんはね、もう嫌だって言ってるんですけどね。そうですね、形はギブアップするけどギブアップさせてくれない、ある意味地獄のような体勢ですね。さあ、誘い方のガチで決まってますね。オギュンさんギブアップが僕言ってますよ。さあ、それを見てなぜか客席最前列が大爆笑。この客たちはどういう感情をしているんだ。アドバさんに口が聞こえるんですよ。そうですね。さあ、ここはボディスラムのような体勢で設置して最後は何を狙うのか。これはさあ、これはロープ、あ、ロープ使ってますね。はい、大木選手ロープを使ってしまっていますね。そうですね、弓矢ガメですね。弓矢ガメ、はい。弓矢ガメ違いましたね。オギュさんがもう嫌だと言ってますね。そうですね。あ、また今度はリングの中央に勝ち、中央ですね今度は。あー、最後はもうギブアップ